どうも、なおっちです。タオルケットをもう一度その10やっていきましょう。前回は、俺が 大号泣みたいな感じになっちゃいましたが、見てる皆さんはね、どんな感じになったのかちょっとわからないんですが、私個人としてはもう ボロボロに泣いちゃった回、涙腺崩壊回でございましたね。実況があんまりできなかったのがちょっと、本当にね、申し訳ないところではありましたが、その続きからやっていきましょう。もうね、彼は遠くを見てる。音楽がまたいいな。でも、開幕でね、前回散々泣いたから、今回はもう泣かないぞと。で、合流したのか。空っぽのロボットがある。ワーポイント。で、じゃあ、出ていいのかな？じゃあ、次は地球か。ここだね。行ってみよう。何これ？このロボット、記憶はまだ生きている。再生してみます。おい、大変だ。太陽が接近すぎる。ああ、なるほどね。新型ロボットと実験体は移動船に乗ってこの地球から出ていくらしい。俺たち地球、ああ、そっか、見捨てられちゃうのか。で、そこにいるなんか変なのは何なんだ？これ。生きてるみたいだ。ぐちぐち動いている。敵ではないのか。固定。ああ、なるほど。いきなり剣道し始めたのかと思った。こけちゃった。地球か。そっか。もうあれか。めっちゃ時が経ってるか。これは敵だな、多分。戦ってしゃあない。戦ってもしょうがないからな。かなり年月が。PP1 は。アームストロング砲と太陽の接近がこの街。ああ、なるほどね。何もない土地。地層か。ああ、地層で年代わかるもんね。こいつは調べらんないや。この上、ああ、なんかこれ見覚えあるぞ。喋れないのか。うん、喋れないんだ。実験体を奪ったやつらによる巨大な。アームストロング砲、そんな威力あったのかよ。こいつら全部一緒か。じゃあ、こっち行こうか。なんか敵っぽいよな。多分赤いの敵だから。で、避けて、レベル上げは今のところ必要ないと思うから、調べるのはないか。でも今下になんか行く場所あったよな。こっち。なんかあんか。わあ、邪魔だよ。ああ、なんもねえや。戻ろう戻ろう。よいしょ。すげえ、BGM っていうか、SE だね。なんかボロボロになってるから、荒廃感めっちゃ出てる。音声 SE になってる。なんもない。そもそも何なんだろう、このもやしみたいなさ、ゼンマイみたいな山菜ごとく形をしたこれ。おう、うわ、なんだよ、やめてよそういうの。久しぶりのソファ。コンチル型ロボット、なんかふわーって聞こえる。やめてよそういう、なんか怖いだろう。調べられないや。こいつらは全部一緒か、調べても。あ、なんかいる。これ何？あ、敵かよ、マジかよ。植物なの、これ。形すげえから喋りかけたら戦闘じゃねえや。イベントかなって思ったら、なんで戦闘なのかよ、これ。ああ、経験値もいい感じに入るな。
あれ、ここなんか見たことあるぞ。気のせいか。空が茶色でワンワン。ほわー。ソファー確かにいいとは思うけど、ソファーに座ってる暇はないな。月刊9月号。おいしいパン。コーラ。逆から入ったらどうなる？ああ、なんかある。回復か。便利ですね。ほんとだよね。ああ、なんだよ、もう邪魔なんだよ。今のセーフだろ。せっかく回復したのに。よし、とりあえず倒したと。レベルみんな上がるね。この声の正体は何なの？ほわーってやつ。こっちか。この声の正体を教えてくれ。行き止まりか。あれ？こっち別の場所だよね。うわ、なんかいろいろ道があるな。なんかいるし、ちょっと逆側 調べるね、先に。ああ、開きませんか。じゃあ、なんか変な音叩かんの。何あれ？何これ？ボス植物。うわ、なんか若干の鳥肌が。ポンの全体攻撃使うか。プッチビームレベル1。アームかい。ほら、なんかこっちやべえやな。無我無双の境地なりだよね、多分よ。かっこいい技。なんか、チュンやべえ。名前がかっこいい。とりあえずボス殴っておいて。人妻エリザベスちゃんの冷たいキス。全体攻撃ないのかな？ないか。じゃあ、周りのやつらを、おう、そこそこいく。ウィッヒー。どんな叫び声やん。多分あと2回全体攻撃、とりあえずこれ打って、サイドの死ぬじゃない、倒せるから、倒したんで、これであとは本体だけを。ああ、敵の全体攻撃か。HP まだ余裕があるね。よいしょ、よいしょ、ほら。チュン、チュン。パン、回復。よいしょ。なんか久しぶりのボスな気がするな。そんなことないかな。よいしょ。お、会心日記いいね。沈黙。沈黙。下2人が HP やばいか。ファンで回復。よいしょ。よいしょ。あ、素早さが上がった。なんだ、グチグチって。よし、とりあえず勝ったね。うわ、経験値やべえな。2500って。つく。よし、これで先進めるようになった。回復していいけど、お、そういうさ、初見ワープやめてよ。めんどくさいじゃん、行くの。本来カットだよ、ここカットって。よし、とりあえず回復場所があるから、回復して先進もう。ってことはあれか、ここもさっきの宇宙っていうか別の惑星みたいに奥でイベントだけ見て、あのワープで戻るって感じか。こっち行って、危ねえな。こっち行って、で、ここ音楽が変わったけどちょっと怖い。もう動いてない。なんか、お前、そうだった。赤は敵だったね。忘れてたよ。よい
222ってめっちゃすげえダメージ出てんな。ほら、よし、とりあえず倒したぞーと。もう動いてない、動いてない。そこの奥行きたいけど誰もいないですね。ああ、こっち奥はないからこの下か。ああ、やっぱりなんか見覚えあると思ったら、じゃあどこ行けばいいんだ。自分たちがいた場所でも行ってみるか。とりあえずちょっと上の方行ってみよう。こっち行けない？もしかして。あ、行ける行ける。あ、入れる。みんな動いてますね。わあ、ちょっと通ろうとしただけじゃないか。植物なのか、お前ら。頭に生えてるのが、なんか、後にこれ、寄生虫になりましたとか言うんじゃないだろうな。なんか、ちょこっと似てる気がするぞ。雰囲気的なところ。ん？なんか今見えたぞ。あ、ふふふさんじゃねえか。ドア開きません。ふふふさん、久しぶり。あ、いつも通りのアイテム販売ね。ご苦労様っす。あの上になんかあるのが気になるか。お、音楽が変わった。あー、懐かしい。ここそうじゃん。やっぱり最初の場所じゃん。いつも以上にボロボロになってますわ。懐かしの冷蔵庫、入ってみよう。あー、木綿様はいつもここで。なんか音楽がまた切ねえ。様が入ってた塩水のケース。ああ、内部で。で、ああ、データを移植中か。ああ、なんだなんだ、これで動けんのか。じゃあどうしてりゃいいんだ。時間を潰す。あ、なんかあるわ。アームへ、僕の遺言と書いてある。再生してみる。うわ、またやめてよ、こういうなんかちょっと泣きそうな。で、録画できてるかな。さてさて、これを見てるってことは僕が死んじゃったか、あるいは僕が寝てる時にこっそり見てるかだね。僕が寝てる時にこっそり見てるのはちょっと恥ずかしいので見ないでください。お願いします。さてさて、アームタン。遺言みたいな感じになっちゃう。やめてよ、もう俺これさ、こういうのダメなんだって。前回もさ、なんか、お別れ関係でしょ。お別れやめてよ。そういうのさ、俺弱いんだって。あんまり言うことないんだよね。で、これさ、俺基本的に文章読んじゃってるじゃん。声出して。なんか、アテレコとか演技してるわけでもないけどさ、とりあえず読んじゃうとさ、もっと感情が入ってきちゃうんだよね。必ずや絶対に実験体をそれでこの世界を救うんだ。いいかい、アーム。宇宙は回るんだ。でもね、その回る宇宙は人の手で変えることはできる。だから諦めないで頑張って。この繰り返される悪魔を終わらせるんだ。それができるのはアームと実験体しかありえないんだ。アーム、すべては卵から始まる。すべては始まりから終わりまでなんだ。え、で、これ見たけど、あとは何かあるのかな。ああ、どうすりゃイベントが進め、データ移植中って。まだまだ、その間に別のイベントやるとか、いまいちやることがわかんないんだけど。え、これ勝手にどっか行っちゃっていいの？いや、ダメだろ、多分。
終わった？ヒントないんだもんな、これ。じゃあ別のところちょっと行ってみるか。また戻ってくりゃいいしな。上の方は行けない。どこ行けばいいんだ。どっから出てきたっけ、そもそも。よいしょ。ほら、上も行ける。ああ、鉄道か、あったね。あ、レールの上歩ける。降りてきちゃったけど大丈夫かな。それが一番の心配だよね、不安要素。またあれかな、最悪攻略見ようかな。2のラストの方もちょっと分かりにくかったっていうか、分かんなかったからさ、ヒント途中で使えなくなっちゃうし。先が長いな、敵多いし。あら、またフフフさんだ。あれ、こっち？あ、こっちでこう行けるのか、行き来できんのか。そっかそっか。それでどうすりゃいいんだ、こっち。ああ、ここか。コンチェル。ああ、ボロボロじゃんか。こっちやっぱり行くとしたらここかな。あ、でも入れねえや。え、ってことはまたあの別の入り口から行くのかな。こっち？あ、入れねえ。じゃあどうすりゃいいんだ。一旦区切ろうかな。こっちか。誰？イベントだ、これが。無駄ね、私のエネルギーもあと少し。映像センサー、分かったね、さよならね。名古屋です、僕。見せたいもの。このイベントだけちょっと今回やって終わりにしよう。思い出を頼りに作った部屋だ。懐かしの赤箱、うつまく。これね、私が住んでたお家の模型。鉄筋はね、私とかラザニアとかパリパリの上の家なのよ。それにね、ほら、例の赤いバツマーク懐かしいでしょ。お花だったっけ？家の周りにたくさんあったかしらね。今から15億年くらい前ね。周りのみんながエネルギーが切れて最後にまた。本当にさ、なんか脳みそだっけ、それのせいで意識は本物なんだろ。
それでさ、一人一人がこんな思いをしなきゃいけないわけでしょ。なんか、なんだろう。宇宙人よりある意味立ち悪いかもしれない。あいつらは片っ端から殺戮だったけどさ。記録。ああ、で、これでアームのところ行くのか。OK。はい。というわけで、今回もここまでにしようと思います。前半は戦闘が続いたかと思いきや、やっぱり、全体的に結構売るっていうか、なんて言うんだろう、生きることみたいなさ、ことがテーマなのかな。命みたいなところがね。だから、すごく、ジーンとくるというか、深い話が。多いね。まあ着実にラストに向かってると思うし、このね、ナンバー3のコンチェルちゃんロボットのためにもパリパリ嫁とラザニアちゃんをね助けようというわけですよ。というわけで今回はねここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。さようなら。